はい、半幕の本家の半枚岩尾先生です。バイナリーオプションもですね、バイナリーオプションスペシャリスト社ですけども、役所からね、あの村長やんないかということでね、いろいろ何回も私の方に来ておりますけれども、じいさんもね、定年後閣僚やってまして、村長やってましたけれども、まあ私の本家の仕事と今投資の仕事で忙しいんで、あとちょっと豪邸を建てないといけないんですね。資金がないということで、それでね、で、どうせ人間たちっていうのは大変なんでね。で、一応村長はね、出ない、まあ残念、あ、残、うーんと、まあ言ってくれるのもいいんですけれどね、優秀な人少ないですからね。まあしかし皆様方の方に頑張ってもらいたいということでね、村長はね、まあ役所からやってくれって言われてますけれども、まあちょっと忙しいんでね、私はね、テレパシーでアメリカのね、知事の仕事もしたことあるんですよ。1年間ね、アメリカの知事をやったことあるんですよ。テレパシーでですけどね、役所にもそういうことを話したことあるんですけれども、直接ね、こちらは地元の方でね。で、まあそうですね、こちらの方、鉄筋コンクリートのね、頑丈な豪邸をね、建てるために今仕事してまして、で、ちょっと向こう行くと、僕の買ったテニスコート用に買った土地がありましてね、そこもね、行かないといけないし、それからもうちょっと向こう、霞ヶ浦の方行ったところに、住宅地というか、家を建てる、非常に日光は良くて、周りの住宅街がしっかりしてるんで、綺麗なんでね。で、南口ということで、それも土地買ってありまして、そちらにも行かないといけないですね。で、忙しくて全然行けないという形と、あと、新潟の方の役所の方にね、僕の駐車場の土地を買ってくんないかという500万で、ちょっと言ってまして、まあそれも考えてもらって、電話で話してただけなんですけど、茨城県、弥彦村、本籍のとこですね、本籍の弥彦村の役場ですね、そこに直接電話して、500万で買ってくんないかということで、駐車場ね、言ってまして、返事待ちなんですけど、私の方からしないといけないかなって、返事待ってるっていうことで、電話番号をしてたんだけども、電話番号ちょっと間違えたかな、かかってこないんで、こちらかけ直す必要があるのかもしれませんね。で、まあ、何ヶ月かとかいう感じで、ちょっと返事をということでね、65までの生活費がちょっと年金が65で、今月還暦になったんですね、60歳ね、あと5年なんで、年金それまで、生活する資金をね、ちょっと都合するためにということですね。大事なんで、一応役所の方にね、役所の村長さんにもお願い したいなと思ってましてね、お願いしてくれてると思うんだけど、まあ権利はね、譲っちゃうとあれだけども、めんどくさいでしょ、
管理がね、まあ、持ってる方が財産になるんで、駐車場の利益取れるからね、いいんですけどね、まあ、ちょっと65歳までと緊急か、また仕事の方はちょっとうまくいきそうなんだけど、ギリギリなんですよね。だから、豪邸建てる資金ですね、都合で間に合えばいい、いいんですけど、そんなことで、まあ、私がね、村長になってくれないかということで、来ておりました。そんな話をちょっとお伝えします。どうもありがとうございました。